んじゃねえ。お願いしねえぜ。よし、行くぞ。落ちな、頼む。俺の番だな。ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃ神室町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあ、どこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった、ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。何見てんだよ。待ってんじゃねえぞ。やってやるぜ。よし、行くぞ。
集合。俺の番だな。やろうぜ。よし、行くぞ。ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん。いつものプレイヤー。はいよ。じゃあ、500円。つけとけや。うん、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ、言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場会の虫けらが。やってもらう。手加減しねえぜ。俺の番だな。それ俺見せてやるよ。こっちを打て。行くわ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを打て。大勝利ってか。荒川のおやさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。こいつ登場会の残党や。いてまえ。なんやて、またんかいこら。
え？ありがとうよ。はあ、あばよ。待って。強くなった気がするぜ。
おう。ああ。お。なあ。今度は叩き直したぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。はい。よく見んか。見せてやるよ。揉め事はやめねえか。んだよ。やむのか。なめんなよ。これや。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。くらえ。俺の番だな。取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。ああ、てめえ、なんてことしてくれるんだ、くれ！よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって。2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りで話すとラチが開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろ。おやさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ、若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ、でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろ。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって東条会を裏切るなんて。あのな、一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ。
生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープロ。桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す。いっそ殺してくれ。文句あるのか。何見えてんだよ。やってやる。こっちに来てくれ。よし、行くぞ。ほら、よっしゃ、勝ちだ。何見てんだよ。いい加減しねえぜ。よし、
これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた足立すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや中道通りのあれは見たか。え、新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよそんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ、お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰しカムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？
ええ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ、どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっと、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。待てって。会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。Yeah!
すごいよ。これで元通りだ。おっと、ちょっとしんどいな。どこだ、ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え、もったいない？いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いのよさ。おう、こら、見つけたで。もう逃がさんぞ、こら。オウミ連合、そ、こんな時に。え、あれ、日光型、どない落とし前つける気や。 Who are you？ どちらさん。だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった。あ、ちょ、待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ、ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。
それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちこっちゃ抜かしよって、いてまうとこら。やる気だけは十分のよ。やってやるぜ、俺の番だな。見せてやるよ、こっちの気だ。行くぜ。立て直さねえと。見せてやるよ、こっちの気だ。来てみろ、行くで。ちょっとしんどいな。なんや。見せてやるよ、こっちの気だ。来られ。ここに入って、立て直さねえと。見せてやるよ、こっちの気だ。痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどった10万くらいいやっけ。だから僕は言ってやったんだよ、そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ、俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ノープロブレム、そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい。それはまた。
随分とバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんだね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。おう、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい、カズマ。なんだよ、今のあいつは。俺の初めてのメール友だよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。マジか。本当にこんなところから行けるのかよ。あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。なんでね。ボコボコにされてるのか。やってやろうじゃねえ。いい加減しねえぜ。よし、行くぞ。かかってる。俺の番か。ほら来いよ。行くぜ。くらえ。やってみろ。俺の番だな。ほら、よっしゃ。この通りだ。どうするかね。してみろ。100万年早かったぜ。
何見てんだよ。気に入らねえぞ。およ、よし、いざ。ザコ、なめんなよ。ビビってんのか。本気出せよ。やるか。やってみろ。ほれほれ、来やがれ。ザコめ、ほら、くらいな。行くぞ。俺の番か。ほら来いよ。やってやろう。なめんなよ。頭来た。俺の番だな。なめんな。ビビってんのか。見せてやるよ。とっておきだ。仕留める。やってみろ。なめんなよ。なめんなよ。どうするかね。あったまきた。行くぜ。食らえ。問題なしだ。食らえ。よし、行くぞ。ほら、俺の番か。やってやろう。よし、楽勝だ。勝ったな。なった気がするぜ。来いよ。俺の
めんなよ。やってみろ。どうした？
こいよ。どうした？行くぜ！行くぞ！かかってこいよ。なめんなよ。よし、行くぞ！やってやるぜ。俺の番だな。俺の番か。どうした？
とこから出てきやがって。おい侵入者だ、捕まえろ。ぶっ潰してやる。容赦しねえぞ。俺の番だな。ほらやってみろ。ほら来いよ。とっておきだ。見せてやるよ。じゃあこの、どうするかね。してみろ。こいつだ。やってこいよ。よし行くぞ。やろうぜ。とっておきだ。見せてやるよ。やんのか。俺の番か。ほら、俺の番だな。どうするかね。こいつだ。よっしゃ。勝ちだ。おい。中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。ち、屋上に出て様子を見るぞ。な、何も言えお前。ぶっ壊してやるよ。ほら、来いよ。俺の番だな。ほら来いよ。こっち見ろよ。やってみろ。とっておきだ。見せてやるよ。どうするかね。これで、よし行くぞ。おう。くそ。死ねえぞ。俺の番だな。やめんな。どうした？
取っておきだ。見せてやるよ。どうするかね。なめんなよ。会長だ。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。安達さん、早く行け。俺も必ず追いかける。てめえ何者だ。ボコボコにしてやるぜ。やってやるぜ。俺の番だな。見せてやれよ。こんなもんか。
城の頭。ああ、久しぶりだな、イチ。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一位、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。随分な言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。ああ、いい加減にしねえぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ。喧嘩も遅いの。俺の番だな。取っておきだ。見せてやるよ。女のはどうだ。死ねえ。よし、行くぞ。取っておきだ。見せてやるよ。俺の番だな。早く来いよ。気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。俺の番だな。取っておきな。見せてやるよ。よし、行くぞ。おう、どうした。
覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやっさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たか。やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやっさん、聞いてください。どうして。日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。へえ、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。
お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。はあ？なんでその目。じゃあ、お前が負け分払ってくれんのか。やめろ、バカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、お裾分けしてくれんのか。でも、カセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたら、それと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。え、どうした？そう、いろいろ聞きてえことが。とりあえずここはどこだ？偉人町だよ。偉人町？偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に？そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを？うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカか。お前いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか？わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。うん、あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいると、その分誰かの食い道が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ、少し休んでけ。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ、それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。
でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、わかった。お前、名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。ああ。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？ナンバーだ。ナンバー。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？ああ、間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な希望を持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入君。Choo.
どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって、撃たれたんだろう。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え、受け取ってもらえないんですか。俺がここにいちゃダメって。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで。ええ、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふん、何があった、話せ。18年も無所勤めした子分を撃つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか。辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。え？ああ。しみるな。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことだ。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。わかった。やる以上はバッチリやるぜ。
おう。なんだ？チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。まあチャリに乗るのが久しぶりなんだったらちょっとその辺こいで鳴らしてみな。ちなみにそいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、わかったよ。落ちてる落ちてる。あれはなんだ。全力でこぐって気持ちいいな。勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。お、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。チャリには慣れたか。ええ、だが缶は他に。まあそんなもんよ。偉人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いから。弱肉強食なんだな。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたら時間内にこの駐車場の前に戻っ拾った缶が多いほどバックも大きいがアウトなのか。じゃあ頑張ってくれ。
だぜ。うっそなんだ。奥が深いぜ。お疲れさん。エコポイント。勘拾いの報酬は直接金を渡す。エコポイントは直接ポイント制にする。おいおい、時間がなくてだね。恵んでもホームレス。まあ、あと俺ん家はここの駐車場だ。生かしてん。分かった。どうだった？すげえ頑張ったのに。これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。パンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。うめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。
各自金を用意して寝床の前で待て。なんだよあいつ。集金屋のテイっつってな、寝所料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン？偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。よう、ナンバちゃん、ケーキはどうや。景気のいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな余ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。サマンじゃねえ。チワースの。いやー、ごめんよナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバ、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。
止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号にまされてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。邪魔すんじゃねえよ。かかってこい。俺の番だな。かかってこいよ。とっておきだ。見せてやるよ。おい、来た。ほら来いよ。とっておき、見てろよ。やってやるぞ。行くぞ。俺の番ね。なめんなよ。なめんなよ。かかってこいよ。とっておき、見てろよ。来いよ。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番だな。とっておきだ。おい、ほら、おい、来た。ほら来いよ。問題ねえぜ。さあ、出てこい。ダメだよ。とっておき。くそ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。おれ、おれ、おお、俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。やってやるぞ。してみろ。あー、しんど。問題ねえぜ。変わらんじゃねえか。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。大丈夫か。風見ましたか。強くなった気がするぜ。まだ強くなっちまったか。てめえ、てめえ、俺がハンピンゲーマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。リューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何。じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる、なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、こ
これで全てのもんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは返り討ち、組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。貴様ら！なあていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うるさい！今日のところは開けてやる。帰るぞ！そっかい。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いやすまねえ、やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いやお前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴開いてた。さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってヤクザはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔っからバッチバチに睨み合ってんだ。明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。
まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。なろ、つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああでも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、したんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え？いや、俺は満札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら、返してやれ。いや、久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってろよ。なんだこれ。どうした？裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え？おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。えっ、偽札。 お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札だって持ってるはずねえだろ。持ってりゃ特に使ってるよ。分かってる。
やめろ、二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくと、もっと厄介ごと持ち込むぞ。こいつを追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後、自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後、誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよ、そんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。だよ、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かねってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。なあ、わけありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のわけがあったってここに居続けるよりマシだろ。面倒くさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ、うん、騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れていくだ。そんなことしたら一発で居所がバレて
またどこかをさまようなきゃなんねんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか。ハローワーク。